こんにちは、皆さん。YouTube のニュースチャンネルへようこそ。今日は、一世風靡した芸人の驚くべき変身についてお伝えします。皆さん、お笑いコンビ、元ブリリアンのコウジさんをご存知ですかピーク時からなんと20キロも減量したそうですよ。その姿を見たファンたちは大興奮しているようです。早速詳細をご紹介しましょう。 康ウさんは、先日自身のインスタグラムを更新し、その変身ぶりが話題になっています。彼が投稿した写真には、ピークから20キロ痩せました、というコメントが添えられていました。実は、アメフト選手として活躍していた康ウさんは、引退後もダイエットに励んでいたのだそうです。雨の日以外は毎日10キロのランニングを続け、 自己管理にも一生懸命取り組んでいたそうです。その結果、ランニングが趣味になり、心身ともに大きく変身したとのことです。コウジさん自身も驚いているようで、あんなに苦手だったランニングが今では趣味になってしまいました。ランニングしながら天気予報を調べたりするくらい、ハマってしまっています、とコメントしています。 芸人としても活躍していたコウジさんは、かつてブルゾンチエミとのユニット、ブルゾンチエミウィズビーで大ブレイクしましたが、その後はアメフト選手に転身。3期プレイしましたが、今年の3月に社会人アメリカンフットボールの X1 スーパー、お隣福岡サンズを退団し、引退しました。インスタグラムでは、 コウジさんが80キロのスリムな姿とピーク時の100キロだった体重の写真を掲載しています。彼の変身ぶりにはファンたちも驚いており、かっこいい。顔がドタイプすぎて震えます。イケメン度がより増してる20キロも減量したなんてすごい。筋肉質のコウジさんもスリムなコウジさんもどっちも好きなど、たくさんの声が集まっています。今回は、 お笑い芸人のコウさんの驚きの変身についてお伝えしました。彼のランニングへの取り組みと自己管理の努力が実を結んで、見事に20キロ分もの減量に成功したのです。ファンたちはその変身ぶりに大いに驚き、賞賛の声を送っています。今後のコウさんの活躍にも期待が高まりますね。これで今日のニュースは終わりです。 ご視聴いただき、ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。チャンネルの登録と通知ベルを押して、最新のニュースをお見逃しなく、この出来事について、皆さんのご意見や思いをコメント欄にお寄せください。では、また次回の動画でお会いしましょう。